どう考えても1年に務まる任務じゃない。僕は燃えているよ。ゲトーさんにいいとこ見せたいからね。いたいけな少女のために先輩たちが身を粉にして頑張ってるんだ。僕たちが頑張らないわけにはいかないよ。台風が来て空港が閉鎖されたら頑張り損でしょ。ナナミ、滞在1日に延ばすって何かあったのかな。ああ、今スクナのせいで人が死んでるかもなってへこんで、俺には関係ねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、